はい、今回告知になります。ダワキンブランド、これまでダワキン T シャツ、ダワキンポロシャツ、ダワキンハイネクトを発売してきましたが、今回ダワキンブランド第4弾ダワキン T シャツ第2弾 DK T シャツですね、僕が着てます。この第2弾ダワキン T シャツを発売することになりました。早速色なんですけど2色ですね。今僕が着ているちょっと黒っぽい、ちょっと黒よりも少しこう墨がかっているというか、まあ、これ カーボンブラックっていういう色なんですけど、このカーボンブラックの生地にカーボンブラックの DK ロゴが入ったもの、それからホワイト色にホワイト DK ロゴが入ったもの、この2色を発売することになったんですけど、今回ですね、前回よりもこの生地が少し薄いんですね。そして DK ロゴのマークも第1段目はここに2 more distance 入ってたんですけど、今回はこの DK の中に2 more distance って入ってまして、 DK のプリントもちょっと特殊でして、発泡プリントって言いまして、少しこう浮き上がってるプリントをしているので、またまたね可愛いらしいデザインになっております。でサイズなんですけど4サイズですね。ちょっと前にこだわきん T シャツということでキッズ用の T シャツですね、発売したんですけど、今回は大人用のダワキン第2弾 T シャツとキッズ用の T シャツを同時に発売することになりまして、2回目の登場ですね。僕のマナ娘たちがこれから出てきます。どうぞ。はい、どうぞ。こだわきん1号とこだわきん2号です。はい、いいよ。ダワキン中山筋肉沼でね。ということで今回は同時にキッズ用こだわきん T シャツも発売することになりました。でこの上の子が着ているのがサイズ130サイズで、まあ、大体身長130センチぐらいの子に適したサイズになってまして、もう一サイズが下の子が着ている110サイズですね、身長110センチぐらいの方が子がね適したサイズ、この2サイズを発売することになってまして、色は大人用と一緒で白とカーボンブラックですけど、ちょっと違う点が一つありまして、生地がですねこだわきん T シャツの方が少し厚いんですよ。大人用はちょっと薄いんですけど、こだわきん T シャツは第1弾のダワキン T シャツと同じ生地を使っているので少しだけ厚めになってます。で今回も完全受注生産になってまして、期間限定予約受付になっておりまして、前回までと同様ブラッドシフトオンラインからの予約受付になってるんですけど、ブラッドシフトオンラインのサイトがですねリニューアルしまして、前回までのオンラインのサイトはもう使えないので、前回まで T シャツとかポロシャツとかオーダーしていただいた方は大変恐縮なんですけども、概要欄から新しいオンラインのサイトの方にね入り直していただけたらと思います。はい、ということで、これを着て親子でゴルフをすると楽しいと思うので、ぜひ買ってみてね。はい、皆さん買ってください。買ってね。はい、皆さんこんにちは。そして1年ぶりに遊びに来ていただきました、あのレーシング界の貴公子、レーシングドライバーの谷口さんに遊びに来ていただきました。お久しぶりです。こんにちは。多分ねこの動画をもし見られてる、あの和田さんの動画を画面に見られてる方だったら多分2年ぶりなんですよ。あ、そうですね。去年も来たけど撮ってないじゃないですか。そうですね、はい、2年前に何チャレンジでしたっけ。あ、エンジニアの牧田さん、マッキャンが300キロチャレンジしてヘナチョコで終わったと、はい、あ、そうですよね。あ、俺もなんかこうちょっと出してもらいました。あ、レッスンさせていただいたんですね。そうそうそう、で今回は逆に谷口さんにレッスンしてもらおうっていう回なんです。いやなぜかというと、谷口さんなんと神奈川県アマ過去に2位になってると、そしてベストスコアをお尋ねしましたところ、なんと66。やばくないですか。なんか神がたまに降りてくるんですよね。なんでゴルフ始めた頃はやっぱ90とか100とか。いやいや、始めた時は最初は120とか。120とか。120、初めてゴルフしたのは120でも、はい、着々とうまくなってたわけですよね。最初はもちろん友達と遊びゴルフで、はい、キャッキャッキャッキャやって120ぐらいだったんですけど、それぐらいがだんだん100を切るようになっていって、である時から急にゴルフにちょっと真剣モードというか、もうあの練習とかも楽しくなってきて、はい、もうちょっと上手くなりたいって気持ちになってきて、夜な夜なよく練習行くようになって80代70代ってなったりとかして、
で、まあその上手くなったポイントというかそういう練習方法が終わりということで120から66になった谷口さん流練習法を今回皆さんにご紹介させてもらえたらなと思います。ということでよろしくお願いします。それでは谷口さん、早速ですけど、はい、66になった練習方法を教えてください。あの、はい、私仕事であれなんですけども、はい、ある時ある方に球の曲げ方っていうのを教えてもらったんですよ、はい、いうことを聞いてから、はい、練習がめっちゃ楽しくなってきて、はい、それから割と練習の鬼になってきて、はい、夜近所のレンジに行って、はい、気がついたことをメモしてっていうのを繰り返してますね。その時もゴルフメモもう1500ぐらいありますね、メモが。その中でやっぱ一番印象にあるのが球を曲げる練習。そうですね、やっぱあの球を曲げるっていうのがビギナーの方は何にも分かんないじゃないですか。これがやっぱりあの球が右に出て左に曲がるとか、左に出て右に曲がるのは得意な人多いと思うんですけど、はい、そういうのができるようになってくると、はい、途端に楽しくなってきますね。そうすると上達につながっていったと。そう思います。やっぱりそのクラブヘッドのこのコントロールというか、球に対してこの入ってくるところをどのアングルでそのインサイドなのかまっすぐなのかアウトからなのかとか、はい、あとは上目からとか、あのなるべくスレスレ目なのか、そういうのをいろいろやっていくとすごく面白くて。ちなみにその当時は何種類ぐらいの球打ち分けてたんですか？基本的にはやっぱりまっすぐと右から左と左から右で、なるべく今度は高いフック、高いスライスみたいなのを、はあ、それぐらいですね。じゃあ実際に数年ぶりにこれがもう66になった一つのきっかけですから。66は一度ゴルフの神様が舞い降りてきて出ただけで。でもあれですよね、60代その1回限りじゃないですよね、何回もあるんですよね。66と67と67と68と69は全部揃った。じゃあ全部それ曲げるじゃないんで、やっぱりこの曲げる練習が良かったんですかね。そうですね、それは確かに絶対あれですよね、はい、まずやっぱりビギナーの憧れのフローというかフックですよね、はあ、スライスって絶対みんな初めから多分スライスだと思うんで、はい、それを打つのに僕がとある方から教えてもらったのは、球をちょっと右に置いてフェースをかぶせ気味に持ってこうインからアウトに振ると右に出て左に返ってくると、これができるようになってくると、はい、ゴルフがだいぶ簡単になるというふうに聞いたんですよね、はい、じゃあやってみてください今ちょっと右目に置いてて、はい、フェースをちょっとかぶせ気味に持ってインから、なるほどですね、フックかかってますね、ちょっと球見えませんけど、かぶせ曲げる、右に出て返ってくるために、曲がってますねきっと、はい、でこういうフックのボールをまずってこのスライスもやったんですか？はい、僕なりにスライスは決してこれを真似しろってわけじゃないですよ、僕なりのね、はい、基本的にはインからクラブが来ると、はい、インサイドアウトすると足でこうなるじゃないですか、はい、今度は逆にアウトインすればいいわけじゃないですか、はい、つまり背の高いうちに左に回ったら、カットになるじゃないですか。そうですね、で手が低いところで回ったらインサイドアウトになるじゃないですか、はい、でそのイメージで、はい、手の高いところからまず回り始めるって、なるほど、打つと分かりやすいです。ちょっとボールがちょっと左打ってます、はい、手の高いところのうちに回って、スライスかかってますねこうね、じゃあ正面からもいいですか、さっきよりちょっとボール左に置いてます、なってますね、この状態からかかってますね、完璧だね、この2種類ですか基本、あとまっすぐはまあ置いといて、あとは、はい、まあ、低めのドロー、はい、できるかな、低めはもっとボール右に置くんですね。そうですね、もっと右に置いてもっとクラブハンドファースト気味にして、でさらにコックをなるべくほどかないまま、なるほど、こう入れたいなと。まあ、これ8番ですか、8番ですからそんなに低くは出ますけど、はい、さっきより低くなってますね。低いスライスも打ってたんですか、それ低いスライスって難しいはずなんですか。難しいですよね、はい、難しいです、1番低く出ないんでスライスって、でも一応やってたんですね。ちょっとやってみます、ボール、さっきよりちょっと中で、はい、右に置いてますね、これをこう頭を上げちゃうと、はい、クラブをどんどん捕まって左向くんで、はい、ちょっとまあハンド気味でこういうイメージ、なるほど、さあできるでしょうか、なるほど、でもダウンブローになるですね、確かに一応やりたい通りにはなってます。僕はよく友達と
やったりもするんですけど、はい、さあそこに木があるつもりとか、はい、これをかわしてグリーンに乗せるつもりとかってやったりしますね。要は遊び心を取り入れて球を曲げる練習をしながらゴルフが上達していったっていうパターンの方ということで、はい、このクラブとなるべく友達になりたいと。あ、もうキャプテン翼の理論ですね、それ。もう今日から一緒にキャプテン翼の理論で上手くなったということです。結果的にこれで球を曲げる練習していたら、はい、ストレートボールが打てるようになったんですね。球が曲がんなくなったってことですね。あとやっぱりあとはこのここだけを、はい、こいつの向きがちゃんとあのなんだろうボールの方に向かってくるとこだけは気にしながらやる。これ一番結構僕の中ででかいですね。じゃあ最後ストレートボール打っていただいてしましょうか。ストレートボールドロー、スライス、最後ストレート、これは説得力がありますからね。おお、ストレートだ。出玉しか見えてないですけど多分ストレートですね、はい、なるほど。ドロー、スライスの練習、そしてゴルフが楽しくなって練習が続けていたら、はい、ベストスコア66までたどり着いたという、はい、あの66も自慢だし、はい、あのハーフ29ってのがあった。すごっ。すごくないですか。それ僕よりすごいです。ゴルフの神がある日降りてきて、前半は2バーディー3ボギーで1オーバーで終わって、はい、昼ご飯食べて昼から急に神が回り降りてきて、はい、バーディーイーグル、バーディー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 パーパーパーだったんですよ。あ、すごっ。ほんとね、怖くなりましたねその日。帰りが。それじゃあ皆さん100ギリで困ってる方とか90ギリで、ね、悩んでる方はこの谷口さん流、球を曲げながらゴルフを楽しんで上達していきましょう理論で上達を目指してみてはいかがでしょうかということで、はい、谷口さんの YouTube チャンネルはもうとんでもないことになってますけど、ノブチャンネルですね。車好きの方はぜひぜひ見に行ってみてください。概要欄に貼っておきますので。それでは谷口さん、また来年遊びに来てくださいね。来年もレッスンしてもらいますから。マジですか。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。